私はパニコ、27歳。とある外国語に強い大学を卒業後、今勤めてる会社に就職し、OL となりました。私には、パネーという姉がいるんですけど、そのパネーが、先日婚約したのよ。電話でその話を聞いたときは、私もすっごく嬉しかったな。本当におめでとう、パネー。ありがとう、パニコ。今度パニコのところに、カナタと一緒に会いに行くからね。カナタというのが、パネーの婚約者の名前です。うん、楽しみにしてるよ。ん？感じるわ。パニコ、これから誰かパニコの家に来るみたい。え？見えるわ。パニコの家の隣に住んでる奥さんみたいね。里芋の煮物が入ったタッパーを持ってる。お裾分けかしらね。お隣の奥さんと仲良しって前にパニコ言ってたものね。また後で電話するわ。じゃあね。そう言ってパネーとの電話が切れた瞬間、インターホンが鳴りました。ドアホンを見るとパネーが言った通り、お隣の奥さんが立っていたんです。実はパネーはね、千里眼みたいな不思議な力を持ってるの。誰かのなくし物がどこにあるか言い当てるのなんて朝飯前だし、以前私に、今日乗る予定のバスには絶対に乗っちゃダメよと突然電話してきた時があるんですけど、その時私が乗る予定だったバスが事故に遭ったと後でニュースでやってたのよ。あの時パネーが言った通りバスに乗らなかったから私は無事だったけど、あのまま乗っていたら大変なことになっていたかも。ただパネーが言うには、自分に関することは全然見えないんですって。占い師が自分の占いができないのと同じ感じなのかしらね。さてパネーから婚約したと報告を受けてから数週間後、パネーとカナタさんがうちに来てくれました。パネーは実家の近くに住んでいて、私の住まいからはかなり遠いのに、わざわざ二人で来てくれたの。でもね、その日からが問題だったのよ。はじめまして、カナタさん。パネーの妹のパニコと申します。はじめまして、カナタです。パニコさんの話はパネーからよく聞いてますよ。英語が堪能で、大きな会社にお勤めなんでしょ？賃貸とはいえ、こんな広いマンションにお住まいで、お給料も相当いいんだろうな。私がこの時少し言葉に詰まってしまったのは、カナタさんの目がなんだかすごく冷ややかに見えたから。私の気のせいかしらね。そうなのよ、パニコは本当にすごいんだから。若くして大きな会社で重要な役職を任されて、我が妹ながらすごく尊敬しちゃう。数時間後、パネ、そろそろ帰らないと新幹線の時間に間に合わなくなるよ。え？あら、ほんと。パニコ、帰る前にお手洗い借りてもいい？うん、もちろんいいわよ。ということで、私とカナタがリビングで二人きりに。私は改めて、カナタさん、これからどうかよろしくお願いします。頭を下げたんですが。勘違いしないでください。は？俺は、パネーと結婚するんです。あなたと家族ごっこやるつもりはない。突然カナタの私に対する態度が変わったので、思わずキョトンとしてしまった私。パネーは前の嫁に捨てられた俺の心の傷を癒してくれた女性なんだ。そう、カナタは実はバツイチなんですけど。そのパネーとせっかく一緒になれたというのに、あなた俺のことを見下してるんでしょ。え？見下してる、そんなことないですけど。前の嫁は俺の思い込みが激しい性格についていけないからと離婚届を突きつけてきたが、絶対に俺の給料が低いのが不満だったからに決まってる。確かに俺はあなたみたいにこんな風に広いマンションに住める財力もない。平のサラリーマンだし。だけどそんな見下した目で俺を見なくてもいいじゃないか。なんなのこの人。私は一切見下した目でこの人を見てなんていません。てかこの人、もしかして収入の多い私に嫉妬してるとか。いやいや、意味わからないでしょ。一人で暴走しちゃって、思い込みが激しすぎて前妻に捨てられたって。なるほど、なんか納得しちゃう。とその時です。お待たせ、カナタさ、帰ろっか。パネーが戻ってきて、カナタの手をギュッと握ったの。パネー、幸せそう。あ、
じゃあパニコさん、お邪魔しました。さっき私にネチネチ言ってきた時の怖い表情からがらりと愛想のいい顔に変わったカナタ。そんなカナタにゾッとした私でしたが、幸せそうなパネーのあんな笑顔を見たら、本当にこの人と結婚して大丈夫なんて私には言えませんでした。それにまあ一応カナタは私の方はともかく、パネーのことはちゃんと大事に思ってるみたいだし、私が耐えてパネーが幸せになるのであればそれでいいのかな。というわけで、私はパネーには特にカナタについて何も言わずにいたんです。それにしばらく経つと、カナタの方から、あの時はごめんなさい、どうかしてましたと LINE が来てね。何はともあれ、これで私もカナタと仲良くできるってことよね。安心安心。そんなある日のこと。はい、もしもし、パネー、どうしたの？パニコ、結婚式始まるよ。どこにいるの？え？結婚式？誰の？誰って、私とカナタの結婚式に決まってるでしょ？え、は？何言ってるのよ。結婚式は再来週なんでしょ？それに、カナタさんが2回目の結婚式だから、お互いの両親だけ呼ぶ形で小さく開催しようってことだったんじゃ。え？何の話よそれ。とにかく今どこなの？いや、私今、海外出張中で。海外？え、もしかして、え、結婚式今日なの？あね、ちょっと電話貸して。そこで、カナタの声が聞こえてきたんですが。パニコさん、あなたはひどい人だ。姉の結婚式なんだぞ。招待状には出席すると書いて送ってきたくせに、一体何を考えてる？冷やかしですか？は？あ、私、招待状なんてもらってない。もう結構だ。パネ、こんなひどい妹とは縁を切った方がいい。さあ行こう、式が始まる。待ってくださいよ。で、もしもし？もしもーし？どうやら電話は切られてしまったようでした。頭が真っ白になってしまい、何も考えられなかった私。これは一体どういうことなの？そういや、最近私の仕事が忙しくて、両親とも連絡のやり取りをしていなかったっけ？両親と連絡を取り合っていれば、こんなことはなかったかもしれない。パネ、ごめん。でも、聞いてた話と全然違うから。って、あれ？ちょっと待って。私はその時、ようやくあることを思い出したの。パニックになっていたから、ついうっかり忘れていたけれど。ちょうど、翌日から私は3連休。あの人物に直接問いただし、真相をはっきりさせ、パネーの誤解も解かなくちゃ。ということで、私は急遽帰国。パネーとカナタが住むマンションを訪ねたのでした。はーい。って、パニコさんじゃないですか。まさか昨日のことがあってわざわざ帰国されたんですか？ええ、直接あなたに聞きたいことが山ほどあったからね。は？聞きたいこと？何の話でしょうか。あなたみたいな薄情な人はもう家族じゃない。お引き取りください。明日からの新婚旅行の準備もあるし忙しいんだ。は？パネーは？パネーもうちの中にいるんでしょ？パネーは買い物に出かけてますよ。さ、もういいでしょ。帰った帰った。そこでカナタが玄関のドアを閉めようとしたので、私は意を決してこう言ったんです。カナタさん、あなた、私に電話で結婚式は再来週だと言っていましたよね。お互いの両親を呼ぶだけの小さい式にするとも、どういうことなんですか？そう、実は私に二人の結婚式についていろいろ教えたのはカナタだったんです。パネーは仕事で忙しいから、カナタの方が式の準備を主にやっていたみたいなの。カナタは私の言葉にプッと吹き出したかと思ったら、ははっ、いい君だ。招待状も俺が細工させてもらったよ。俺言ったよな、あなたと家族ごっこするつもりはないと。俺のことを安月給の解消なしと見下しやがって。だがこれでもうお前も本当に家族じゃなくなった。前の嫁にようやく復讐できた気分だ。前の嫁？何よそれ。その人と私は関係ないでしょうが。それに私は一度もあなたを見下してなんていません。うるさい！お前にはわからないだろう。パネーがいつもお前を自慢の妹だと褒めるときの俺のいたたまれない気持ちが、稼ぎが少ないダメな男だと未だに昔の嫁に責められてる気分だった。だけどこれでようやくそんな惨めな気分になることもなくなる。さようなら白状の妹よ、永遠に。
このサイコパス思い込み暴走男が、というかこんなサイコパス野郎が大好きなパネーの旦那だなんて、パネーの未来が心配でたまらない。これは一刻も早く成敗してパネーと引き離すべきね。思った私なんですが、もちろんこの時点でちゃんとこいつを成敗するための材料を揃えていたのよ。さあ覚悟しやがれ、サイコパス思い込み暴走野郎めが。あれ、パニコ？そこでパネーがエコバッグ片手に帰ってきたんですが、パネー聞いて、私が結婚式に出席できなかったのはカナタさんに嘘を吹き込まれていたせいで。は、何を言ってるんですか。本当に最低な人だな。姉の結婚式をドタキャンし、今度は自分に都合のいい嘘をついて俺を悪者に仕立て上げるつもりですか。カナタが得意げな顔をしながら強い口調でそう言いました。ところがどっこい、そうはいかないんだから。嘘ついてんのはお前の方だっての。ふざけやがって、爪が甘いんだよ。私はそう叫ぶと、ポケットからスマホを取り出し、彼方に画面を突きつけたまま録画停止ボタンを押しました。そう、私はこのマンションに入ったところからスマホの録画ボタンを押し、ずーっと音声を録音していたのよ。な、あ、貴様、勝手に録音してたのか。そのスマホをよこせ。そこでカナタが私のスマホを奪い取ろうと襲いかかってきたんですが、ちょっとカナタ、パニコに何してんのよ。パネーがそう怒鳴って私とカナタの間に入ったんです。パネーはカナタを鋭い目つきで睨みつけていました。な、パネー、違うんだよ、これは、その何が違うわけ。てか何をそんなに焦ってるのよ。録音って言ってたけど、パニコ、私にその録音データ聞かせてよ。ええ、もちろんそのつもりよ。私がスマホの音量をマックスにし、動画の再生ボタンを押すと、いい君だ、招待状も俺が細工させてもらったよ。俺言ったよな、あなたと家族ごっこするつもりはないと。ちょ、招待状に細工、家族ごっこって。あ、違うんだってパネ、これは、だけどこれでようやくそんな惨めな気分になることもなくなる。さようなら白状の妹よ、永遠に。あ、パネ、これは、そう、パニコさんが俺を陥れようとあらかじめ偽造したんだよ。だって俺はこんなこと言った覚えなんてな。パニコのスマホの画面上に表示されてる日付と時間を見る限り、ついさっき録画されたものなんだけど、どうやって偽造なんてできるわけ。な、表示、しっかり者のパニコが結婚式をドタキャンするなんて、そんなの絶対に変だと思ってた。あなたが裏でそんなことをしていただなんて信じられない。パニコに謝って。信じてくれよパネ、俺はそんなことしてないし。そもそもさっきみたいに私の大事な妹に貴様とか言ったり襲いかかったりするような人を私は信じられません。だって、パネーだって悪いんだぞ。はい？俺が前の奥さんに安月給で捨てられたのはパネーも知ってたのに、パニコさんが大きな会社に勤めていてすごいとか、俺と違って高収入とか、パニコさんの話をされるたびに俺はずっと肩身が狭かったんだ。だからパニコさんさえいなくなればパネーとの完璧な幸せが手に入れられる、そう思って。俺は、私はカナタとパニコの収入を比較なんてしてない。パニコは仕事ができてすごい、私の自慢の妹だって言ったのよ。てか呆れた、そんなことでパニコが結婚式をドタキャンするよう細工したっての。なんだって、俺にとってパニコさんは邪魔でしかない存在で、正直俺これから家族としてやってく自信が。そうね、もう問題ないわよ。あなたとパニコがこれから家族をやってく必要はなくなったからね。それってつまり、パネ、俺のためにパニコさんと縁を切ってくれるってこと？何言ってんのよ。パニコと私が縁を切るわけないでしょ。私が縁を切るのはあんたの方。離婚させていただきます。ちょっと待ってよパネ、俺たち結婚したばかりなのに。あなたみたいな病的なまでに思い込みが激しくて器の小さい人間と今後うまくやっていくなんて絶対無理。さあパニコ行こう。パネ、待って、待ってくれよ。
彼方はその場に崩れ落ちると、パネーに手を伸ばし、何やら泣き叫んでいました。その後のことだけど、彼方は最初、離婚届に判子を押すのを相当渋っていたそうな。そこでパネーが今回のことを全部、彼方の家族や親戚に事細かく説明、みんな彼方の病的なまでの思い込みと、度が過ぎた行動にドン引きし、パネーと私に頭を下げ、絶対彼方に離婚届に判を押させる、と約束してくれてね。間もなくしてうちの実家に、彼方の判が押された離婚届がパネー宛てに届いたそうな。ただ、彼方ってばね、今度は、俺とやり直してくれ。パネーは俺の運命の人なんだ、とパネーをつけ回したり、パネーの SNS に必要にメッセージを送ってきたりしてきてね。警察からの注意を無視し続けた結果、彼方はストーカーとして牢屋に入れられました。毎晩牢屋の中で、なんでこんなことになってしまったんだ、と号泣してるんだって。犯罪者になった彼方に呆れて、いよいよ家族と親戚も縁を切ってしまったようだし、奴は一人ぼっちになってしまいました。まあ、自業自得でしょう。さて、一方の私はというと、あの後、海外に再び戻って働き、出張期間を終えて帰国。そうそう、パネーなんですけど、あの後実家に一時期戻って住んでいたんですが、私が今住んでるところから近い場所に転勤してくることが決まったのよ。だからね、姉妹で一緒に住むことになったの。パネーと私の職場の中間地点あたりにあるマンションにお引越し。セキュリティも万全だし、新築だからすごく綺麗だし、超快適よ。こないだ、仕事を終えて帰宅した時のこと。ただいまー。いい匂い。この匂いは間違いない。カレーね。お帰り。パニコがカレー食べたい気分だって感じたから、作って待ってたわよ。わーお、さすがパネー。大正解。美味しいカレー屋さんが帰り道に目に入ってね、食べたい気分だったの。何でもお見通しって感じね。ま、自分のことはさっぱり見えないのがたまに傷なんだけどね。そんな時は私がパネーを守るから大丈夫よ。イシシ。
リンだよ。おっと、あんなところにドキュンを発見。まったくあいつら迷惑しちゃうわ。じゃ、今日もこのパニコ様がスカッと成敗しちゃいますか。イシシ。嘘だろ、出来心だったんだ。すでにエンジンが困る。